場所なんだ、明石だよ。めっちゃんだ、これです。秘密穴町ペロリン町ドアモペロリン地区です。レイクレシカカタオですね、TikTok にてハッシュタグレイクレシカ語んで僕たちの面白い動画の切り取りを上げてもらって、それで一番バズった人の夢を叶えるっていう企画でした。なんと12月編の1位が決まりました。で、誰ですか？あいうえおさんです。じゃあそちらの方の動画見ていきますか。はい、はい、いきます。ちょっと編集してる。そうね、何この蝶々、どうやってんの。かっこいい音楽やな。いやー、こうはいはいはい、これがいやー、ペペペペペペペいやー、けどじゃあ今月の友達か方はこの人ってことか。友達か方なん、独立。あー、レイクレシカ方の話か。独立ちらつかすな、おい怖いて。ずっとおってや。皆さん、資本金はまだ考えていいですけど、僕一人でまだ社会的に、はい、お願いします。はい、税金対策とか。いや、お前も独立考えるなよ。おい、お前の場合は絶対グループでおった方がええわ。この方の動画92,000いいね。おお、すごい、すごい。あいうえおさんに今連絡してるんですけど、もしねこれ帰ってこなかった時あるんですよ。帰ってこなかった時、まあまあ、そうなんだ。その時はもう2位の方叶えに行くので、どの動画出てるか分かんないですけど、お楽しみにしといてください。はい、叶えます。ハッシュタグレイクレシカ語るの再生回数です。何回ですか。1億4000万。おいおい、マジか。おい、1億4000万。この調子で4月もぶっ飛ばしていこうと思うんで、週刊なんたらこんたらショー行きましょうよ。週刊たかしショー。私の名前がレイクレ好きな人です。ありがとうございます。行きましょう。あー、そうか。どこってるよ、お前。今もう一応やってる。ちょっと待ってまだこすってるやん。表現ってどういうこと。ずっとこすってる。説明すると、てっちゃんは演技とかその他もろもろエンターテインメントのことを表現って言う。えやめてやめて、頻繁に言うてええんや。別に飯食うことはなんていう、飯食う。いや、お前そんな表現に決まってない。えそうなんや。表現なんだよ。飯食うな、今から表現行こうや。この画角表現しとかんでいい。挑戦表現しとかんでいい。待って待って、このへそと股間からのこの距離、この、これ、これ、何表現これ。何言ってんの。これ何表現。何表現。これ何表現。週刊魂少女。やったやったやった。ムバッペさんのね、何がすごいかって、めちゃくちゃ古いのに2時間前に当たってたんですよ。もう先やん。しかも2時間前でもう229位に来てると。おぉ、さっきやん。いきます。匂いやるか、匂いやるか。そんな臭いですか。これ細っ。そうだ、俺細っ。今ちょっとあれ塗ってみてよ。ありがとう。ありがとう。だいぶ太ったな、お前。え、何歩太った。20キロぐらい太ってる。うわー、パンチ効いてますね。っていうお前は影で18キロか。お手を取ったよ、ほんま。シェアカン魂少女。やったー、やったー。最近ね、編集してくれること増えた。確かに、これが嬉しい。で、それとプラス、ここがまさかトレンドになるとはっていうことです。いきます。魂だよ、魂だよ。え、え、フューチャリング高橋。おー、ペロペロ男爵。そうですよ、花尾さんのペロペロ男爵もいただきました。年末
の YouTube のイベントで、うん、テオくんがね、たかしだよ連発してる。いや、すごいよ。マジでめっちゃ嬉しい。ほんま嬉しいけど、うん、マジレスすると、うん、俺らの動画の切り取りじゃないからダメなんですよ。まあね、確かに。俺らの動画の切り取りがルールやからね。ただでも、こういうおもろいのを全然紹介していくんで、確かに。ありがたい。ほんまにありがとう。テオくん、マジありがとう。まずテオくんありがとうっつってツイートもして感謝の意を表明してたんですよ。しっかりペロペロ男爵ってあの花尾さんに確かに言ってもらって、うん、何の恩も見せてないありがとうって言わない。ありがとうございます。ペロアイ男爵なんすよ。いいやんけ。ちょっとめんどくさかった。なんでめんどくさかったんや。縛られろお前。正月やったしさ。週刊ペロアイ男爵賞を発表します。やったー。やったー。やったー。ハルさん、このお笑いの角度あったんだっていう、そういう動画です。あいつ元気にしてっかな。あ、検索しよう。どうしたアルディ。いや今の時代さ、なんでも分かっちゃうじゃんか。だからエース元気にしてるかなと思って。いや元気は、ええは、エース死ぬ。動画内でのお笑いでね、全然笑ってんねん。生でも見てるから。いやけどこのお笑い怪獣が違う角度のボケ、いやまたお笑い怪獣が違う角度のボケをしてるわけやんか。ちょっともう大きな声で言って。だからこのお笑い怪獣が、いやまとまじゃんって。お笑い怪獣ジェータスバッファバーだなりー。よし、これ大流行りさせるわ。週刊てっちゃん賞を発表します。やったやったやったただのレイクレオタクさん。あー、なんか、ただの最悪だ。たかしだよ、もう乗り移っちゃって。たかしだよ。こういう時は確か右腕一回上げて、で、左手をここに入れて、こっち挟んで、あとこっちのギミックを解除してから、こう、これでいけばいいやと思う。お前すげえな。こいつのこと分かってるから。知恵のはちょっと聞きたいな、ここで。あー、本人をね、ご本人登場。そんな安いもんちゃうで。ちょっと真ん中行ってよ、ほんと。お前らに見せるわ、一回。画面でさ、いつも前見てるから見たことないよ。確かに、確かに。どっちの手上がんねやろ、これ。確かに、どこで見たことない。おぉ変な感じやな。え、ナルトの先生やっけ。カカシだよ。タンパク宣言ってサダなんや。マサシだよ。ポケモンのあの主人公サトシだよ。サトシか。え、お前はタカシだよ。ロバッショーやっといたら。じゃあお前らに見せるわ。おいしい。わー、ちょっと見たいかもしろん。え、まあ正直お前だって一発目にもうカメラにこう行くから見せないよ、いつも。そうですね、マジ大爆笑のあれあんで。やりましたよ、そんなー。怖い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 。なんで1月もじゃん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 上げてもろて、僕たちも面白い動画いっぱいあげるんで、夢